はい、こんにちは、こんばんは。今日は母の日です。母の日ということで、サプライズでね、うちの母にカーネーションを買って用意してきました。こちらです。こちら。はい、これはですね、まだね、うちの母ね、あるの知らないんでね、サプライズ渡したいと思うんですが、そうだね、盾を渡すっていうよりもね、ちょっと面白いことを考えたんで、私こちらの段ボール箱を用意しましたので、これを手が入るようにしました。で、何をするって言うと、この中にカーネーションを入れて何をか当ててもらうと、ね、そういうゲームをしたいと思います。それでは設置していきましょう。では呼んでいきます。今手を引いてきました。はい、でですね、はい。でまずここは箱、さっき私工作してたでしょ、なんか箱。うん、はい、箱があります。はい、じゃあここにちょっともう一歩前来て、もう一歩前来て。はい。でここに手を入れてください。じゃあこの箱の中身に何か入っているので、うん、当ててください。ちょっとゆっくり入れてね。うん、ゆっくり入れて、はい。入れる、はい、ゆっくり入れてください。何が入ってるかな、うん、はい、何でしょう、これ。何これ、ゆっくりして、当てて。何でしょう、なんかお花みたい。お、なんかお花みたい。なんだろうね、うん。カーネーションかい？当たりー当たりです。母の日なので、ね。目当てていいの？もう大丈夫。母の日なのでね。うん、カーネーション。はい、もうって、花だめになっちゃうから。はい。はい、じゃあね、種明かししたいと思います。いきまーす。カーネーションでした。これをね、やらせようと思って、工作してたの、段ボールを。はい、どうぞ。はい、はい、いつもありがとうね。はい、ありがとう。かわいいね。はい、かわいいでしょ。うん。よかったね。なんか包んでラッピングしてくれました。はい。サンキューマームって書いてある。うん。ありがとう。うん。どう、うん、匂いしてた？実は気づいてた？全然。あ、全然しない。気づいてなかったの。さっき出かけたでしょ、私。あの時ね。あの時です。買ってきてたんだよ。で、これも工作で一生懸命ね、段ボールないって聞いて。なんか随分真面目に工作してる。真面目に工作してるなと思ったでしょ。いや、大成功ですね。よかったね。あ、これちょっとね、珍しい品種なんだって。モモリーナっていうね、カーネーションになるそうです。こちら、モモリーナっていうカーネーション。綺麗でしょ？かわいいよね。なんか結構花がいっぱいついてるのを見せてもらいました。うん。うん、いや、これは大事にするのね。あのね、ラッピング、最初はいいけど、うん、長持ちさせるには、しばらくしたらラッピング取って、水やりとかしてくださいと。で、もっと長持ちさせるんだったら、直にね、庭とかに、プラントとかに植えてくださいっていう話でした。はい。まあ、そこまではあれだけど、まあ、ちょっとね、しばらく、5月はこれを見て、心を眺ませていただければと思います。うん、本当に嬉しい。本当、あ、よかった、よかった。本当に嬉しいんだよ。よかったです。ニコニコして思いがけず思いがけずね、うんと思いがけなかった。よかった、よかった。いや、これは実はずっと考えてたんだけど、これ言うわけにいかないから、うん、ね、うん、よかったです。
これはこれ去年のよりも同じね、かいつもね。去年と同じぐらいの色かもしれない。うんうんうん、色まで赤だったよ、去年は。赤だったね、うん。大きさも同じぐらいか、うん、ちょっとちっちゃいかな。でも可愛らしいね。花いっぱいついてるね。ね、すごいいっぱい。はい、ああすごいね。うん、お前本当に。思っていなかった。あ、本当に、うん、何やってんの、なんか買い物行ったなと思ったの。なんか買い物行ったぞ娘と思ってたんだ、うん、いや、あのやりますよそれ、うんうん、母の日なのでね、はい、ありがとう。よかったよかった、はい、はい、どこかあの置いておいてください。本当に大事にね、花って癒されるよね、うんうん、いいよね、うん、花を見てるとやっぱ和みますよ、うんうん、ね、うん、本当思いがけない、本当思いがけなかった。よかった。うん、うん、あの何個かあったんだけど、うん、ちょっとまあ赤いのもあったんだけど、このピンクが珍しいっていうことで、うん、ね、うん、ピンク本当可愛い。可愛い。つぼみもいっぱい持ってた。つぼみいっぱい持ってた。これから咲く。これからも咲く ね、 ね。そうだね。うん、咲くといいね。はい、というわけでですね、今日は母にカーネーションサプライズをしました。ありがとう。それではまたこちらのチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございます。